ピネチノートページ4。はい、こんにちは、ピネチです。今日はですね、本当は教えたくない盛れるコーデ写真の撮り方講座をやりたいと思います。私が札幌の店舗スタッフの時からもういろいろ考えて、で最終的に行き着いた撮り方をお伝えできればなと思ってて、今日は実際に撮っていきましょう。はい、ピネチノート。いつも撮影してる時の2人になります。バグちゃんです。これがロケの外の場所も、あと撮り方も一番正しいものになってます。ポージングですね。ポージングがこんな感じで適当に動いてるところ、あんまりこう決めすぎない感じで撮ってもらってます。あとは一応ポイントとしては、シルエットとかが綺麗に見えるような角度とか、そういうのを気をつけてます。で、これ撮り方なんですけど、あんまりギチギチに上下が埋まるぐらいの大きさじゃなくて、ちょっと引きで撮ってもらってます。あとこれぐらいの高さですね。オグちゃんはこれしゃがんで撮ってもらってるって感じになってます。そしてチェックですね。いつも大体こんな感じで、いいのがあればもう OK みたいな感じでやります。逆にダメな例も一緒に紹介したいと思います。で、まず先にポージングのダメな例ですね。さっき自然な感じで撮るっていう話してたんですけど、こんな感じでだいぶ顔とかも若干笑っちゃってますけど、すごく笑顔ですごいポップな感じのポージングとかですかね。ここら辺とかやばいですね。次、ダメなアングル。 iPhone とかで撮影する時のダメな例なんですけど、こんな感じでさっきとちょっと比べてみてください。もう全然スタイル悪くないですか。同じ私なんですけど、こうやって上から撮ったりとかするとかなり短足に映ってしまうので、そこは良くないのと、あとこれで一つちょっとポイントなんですけど、iPhone ってどうしても上と下の端に行くと顔が伸びる現象が起きるんですよ。っていうのもあるので、できれば頭の位置はギリギリ上にしちゃうと顔が大きく映ってしまうので、ちょっと上は空間空けてちょっと引きぐらいで撮ってもらった方が、後からトリミングして切れば全然いいだけなので、そこだけ気をつけてもらったらあんな感じで、写真が撮れますので。じゃあ次に背景の場所選びの話に行きたいと思います。これ結構重要なんですよ。なのでここは大事です。ということで、これ NG なところなんですけれども、さっきのやつだと結構無地見えなシンプルな感じだったんですけど、こういうレンガみたいなところって一見結構おしゃれな感じに見えるんですけど、服によって全然変わります。で、私今着てるみたいなこういうモシャモシャしてたりとか、ボトムとかも光沢感あったりとかするので、こういう時って背景も結構うるさめな感じだとすごいガチャガチャしちゃう感じになるので、こういう服の場合は背景は白壁とかコンクリートとかシンプルめな壁の方がより服がすごいはっきり見えるので、そういう方がおしゃれに撮れるかなと思います。あとついでになんですけど、撮る前に大事な設定の仕方がありまして、そこもお伝えします。 iPhone で、いつも写真撮ってるんですけど、まず iPhone だとこの一般ですね、下行くとカメラあると思うので、このカメラからのこの上の2個目ですね、ここにグリッドっていうのあると思うんですけど、これをオンにしてください。そうすると撮る時に線が出てくるんですよ。なので結構これで変に斜めったりとかしないようにしたりとかで結構これ使えるので、ぜひぜひ試してみてください。ひねちノートということで、今日はもうかなり内容満載だったんですけれども、私の全ての撮影のことをお伝えしました。どうですかね、みんな分かりましたかね。多分すぐに実践できることだと思うので、ちょっとずつでもいいのでやってみると全然もうスタイルよく見えると思うのでやってみてください。まあ、私自身も身長158センチなんで平均日本人身長になってるので、まあ、でもあれだけ結構変わるのですごい参考になると思います。ということで、この動画いいと思った方はグッドボタンを、で、もしよかったらちょっとチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。ひねちノート続く。